ジャック・ドリオは、フランスの政治家。共産主義者から転向して、ファシストとなり、BC 政権下では、代表的なコラボラシオンとなった。オワーズ県出身。17歳の時にサンドニエと出て、金属労働者となり、第二インターナショナルフランスの青年組織にも参加。第一次世界大戦で従軍するも、公明の疑いで投獄された。福音後、 フランス共産党の結成に参加し、たびたびソ連を訪れ、コミンテルン代表として中国に派遣されたこともある。1922年に共産主義青年同盟書記長となり、大衆向けの演説で統制の拡大に貢献して1924年には党中央委員に選出されて、党の指導者の一人となり、国会議員にも当選し、1931年には、 地元サンドに市長も兼任することとなる。だが、モーリストレーズとの権力闘争に敗れ、さらに、大社会党をめぐる路線をめぐってのコミンテルンとの確執や折からのナチス対等もあって、1936年に共産党を折り党。自ら、フランス人民党を結成し、党首となった。ドリオの戦場的な演説や宣伝、ドリオの個人的なカリスマもあって、 結成当初こそ人民党は熱狂的な支持を得たものの、イタリアのムッソリーニ政権から秘密裏に支援を受けていたことがマスコミで報じられると人気は失速し、加えて人民戦線への支持が強まったことからドリオ自身も国会での議席を失う。その後は反ボルシェビズムの傾向を強め、フランス共産党及びソ連への攻撃を強めた。1940年に フランスがナチスドイツに降伏するとコラボラシオンとしてドリオはサイド表舞台に登場しパリを拠点に対独協力の宣伝活動を行うとともに反共義勇軍を組織して東部戦線へと派遣し自らもしばしば従軍して鉄十字勲章も授与された他の政治家やドイツ政権に警戒されビシー政権入閣の望みは果たされることがなかった 連合国軍のパリ入場を機にドリオはドイツへと亡命し、親独派の亡命政権受立を目論むが、その途中で連合国軍機の機銃掃射により死去した。ありがとうございます。